prime factor、えー。ゲストコメンテーター、津田塾大学教授、哲学者の萱野俊人さんです。萱野さん、だいぶ鍛えてますよら、ね。ええー。<も>す,すごい、かなりマッスルな感じが。 脳、あのー、だけじゃないですね、<laughs> マッスルなら、ね <laughs> まああの、気晴らしですね、<ー>はい、もうずっとこうなんで詰めて本読んだりしてますからね、頭がかくなりますからね。こんな精悍なかっこいい教授いるんだね。さあ、あのー、お話戻しましょう、曲の前にですね萱野,野さんから、えー、この哲学を哲学するにあたって、一つ問いが出ました、はい、同性婚に賛成か反対か。 そうなんですよね、うん、これね、私ね、ショーンさんにまず聞きたいんですよ、同性婚、どう考えますか、賛成ですか、うん、反対ですか、私は基本賛成ですね、賛成ですか、例えば、同性婚ってあの、2年前にアメリカの大統領選挙で、はいはい、オバマ大統領が、えー、あの投票の直前に、うん、私は同性愛認められるべきだっていうふうに、うん、まあ、 ね、あの表明して、ものすごい議論になりましたよね。結構これ世界的なテーマというか今、うん。そうですね。えー、大きな議論ですよね。議論ですよね。うん、そのうち多分、まあ十年15年ぐらいのうちには。に日本でも、同性婚認めるかどうかっていうことを、法律的にね。うんうん、ええー、議論に上がると思うんですよね。うんえー、で、その時は賛成だと。賛成ですね。ね基本的にはね。えー あの性同一性障害っていう言葉の障害っていう部分の言葉がいずれ長期にはなくなってくる気がするんですよね。今それを誰がその障害と言ったのか、うん、ディスオーダーと言ったのかっていうのはこれはもっともっとこう逆をのっていかなきゃいけない多分宗教的な部分もあるでしょうしっていう、うんうん、あると思うんですよね。ですからその同性婚じゃあもちろん結婚は何かみたいな問いにもなるじゃないですか。そうなんですそこなんですよ。ですよね。 いう価値基準からいくと、同性愛っていうのは、障害だって話になりますけれども、だん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 その規範がね、こう、フラットになっていくというか、これだけが正しい規範だっていうふうにはなっていかなくなっていって、のが世の中の流れ、その中で、やっぱりショーンさんも、リベラルな考えですよね、同性婚は認めてもいいんだと、理由はなんですか、そうすると。理由は、多分ね、ね、の今日の前半のインターネットってっていう世界、感じとすごく似てまして。 あのインターネットって言葉多分なくなるんですよね。 当たり前になるもうそれは時間軸っていうことで考えれば今の今日現在ってことで考えればそれはいろんな考えがあってしかるべきで意見がぶつかり合うのは当たり前だとただ意見のぶつかり合いっていうのはいずれ修練していくはずなんですよね修練するっていうのは長い時間をかけていくとその修練していく作用っていうのはそういう人たちの要するに多様性が当たり前になっていくっていう世の中がその修練の方向を決めていくと思うんですけどそうするとその。 性もも何もなっっちゃううていうあ今、例えば、うんはい、アメリカでもそうですよね、ね<え>あの共和党の割とキリスト教保守派の人たちとか、日本でもそうですけれども、結婚、伝統的な結婚がこれによって崩れちゃうんじゃないかっていうふうに考える人もいるじゃないですか、そういう人たちに対しては、うん、ショーンさんだったら、なんて答えますあのいやいいと思います そういうその正しいその意見というか、あのー、の修練というのは、例えば保守的な、あるいはリベラルなものがぶつからないとだめだと思うんですよ。だから結構なんですよね、やっぱそういう反対派がいてくれるからこそ、それに対して言葉で言葉できちんと反論していかなきゃいけないっていこのプロセスがとっても大事な気がするんですよ。あなるほどあのー アメリカでよくその同性愛を認めようっていう人たちが言うのは、うん、もうこれ個人の自由でしょと本人たちが同意をしていて、うん、で結局誰にも迷惑かけないじゃないか、うん、だったらそれは好きにすればいいし、うん、結婚がまあ同性の間で認められてないことによって、うん、例えばあの一緒の生命保険に入れないとかはい、はい、ローン組めないとかいろんな不都合があるんだから、うん、認めてあげればいいじゃん。うん 誰にも迷惑かけないんだから、うん、個人の自由じゃんっていう、はい、まあ議論があるんですよね、はい、まあそれはでも、ショーンさんはその通りだなそうで、ね、と思いますね、だから、その個人の自由っていうものが、うんあの、なんて言うんでしょうね、もしかすると保守派から見れば、自由奔放に見えるんだと思うんですけども、うんうん、それがいずれ自由になっていく。 の整備だっっったたり世論みたいいいいいいいなななもののがいずれ醸成されさていくってててくううはは私は間違気しますねそうですねまあ、うん、我々の時代ってどん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 自由のこう範囲が広がっていって、うん、で,、ね、で他人に迷惑かけなければ、あのー、っていう範囲も広がっていくから、うんうん、おそらくね結婚でもそういう形で範囲が広がっていくんだろうなと思うんですよ。で,、ねうん、でじゃあここでねまた新たに質問なんですけれどもじゃあ本人たちが同意をしていてで自由だ うん、だったらいいだろうということで、うんうん、一夫多妻制も認めろって言ったら、うん、ショーンさん認める、認めるべきだと思いますこれは難しいですよね。うん、いや、これはね、うん、多分これはちょっとあの自分の中で理論不足できてないですけど、だめ、うん、でしょうね、これね。だめ、うん、ですか、うん、一夫多妻制はだめ。だめというか、うん、認められない、ちょっと法律で一夫多妻制認めましょうっていう運動が起きたら、やっぱり反対したいと。 そうういこと歴史を見るとね歴史を見た時にじゃあ日本って一夫多妻だったわけじゃないですか正室がいて側室がブワッといるっていう殿がいてその種の繁栄次なる将軍があそこから出てくればよいじゃないかという論理があったわけじゃないですかでもそれなんでなくなってっちゃったんだろうっていうのは一旦歴史の中で多分その議論っていうのは ある程度結論を見た気がするんですよ。あるほどなんとなく。さっきショーンさん、はい、多様性が大事だとはい、はい、で個人の自由も大事だというふうにうん、うん、いわれ おっししゃいまたよねそうすると結婚だって一夫多妻制もあれば同性婚もあって一妻タフもあるよね一もあるし多様でいいじゃないか個人の自由ということであれば同意さえしてればいいじゃないかっていう議論も成り立つような気もするんですけどだからあとはその規範だと思うんですよねどこに規範を求めるかっていう例えばある宗教という規範の中で議論するのか一国なのかアフリカなのかケニアなのかどこでその議論するかによってだいぶ違ってくる確かにそうですよね。今世界の中にはまだ一夫多妻 再生を残している地域もありますからね。はい、そ多分そこが多分彼らの歴史の中でそうせざるを得ないというような種族としての必然性がもしあるのならば我々が先進国の立場からそれはおかしいじゃないかというその我々の規範をぶつけるっていうのは元々時代がおかしいのでどこでその国際世論っていうばっくりとした規範でそれを決められない気がするんです。そこはやっぱり文化的多様性は尊重した方がいいだろうとう逆に言うとその多様性の尊重という意味においてはその規範の ののの多様性の尊重っってていうのはあるですねでも先進国の中で例えば日本で一夫多妻制を認めるのは少し問題があるだろうとそうなると、うん、さっきの、うんえー、同性婚を認めた時の個人の自由だからいいじゃんっていう論理じゃない論理が何か必要になってくるんですよね。 要するにこあの同性婚は個人の自由だからいいじゃんって言ってたけれども、はい、一夫多妻制は個人の自由だからいいじゃんとは言えないじゃあこの2つを分けるものって何だと思いますああなるほどねなるほど多分あの2つあって、うん、1>, 1つは数制ってこととこれからの数制ってこととうん、うん、もう1つはさっき言った規範ですよねうん、うん、どの規範でそれを判断するかっていう我が国日本という先進国っていう中で成熟、うん、国家っていう規範の中でっていう判断 するってことと、うん、世の中の数勢上、どういうその変化していくのか、そうですね、どういう社会を目指すのかっていう、それと、ほっといたらどうなるのかってことです、はい、数勢っていうのは自然的、自然,自然派生的にどうす、うん、その。 なるのかっていう、この2つがちょうどバランス取れていくんじゃないかと思うんですよねこれね、結構難しい問題だと思うんですけれども、その時の規範の中身を問われたら、なんだとそうですよね、だから規範があるのは確かなんですよね、結局そうなってくると、マイケル・サンダルさんの言う、最大人数の最大交付ですか、みんなが9割の人たちがノーだと言ってれば、ノーでそれが規範なのかっていう議論になってきますよね。例えばだから割の人が 一歩多をを見てて不快な思いをしてで我々の幸福感が損なわれたって言ったらそれはもう個人の自由よりもこう全体の福祉を福利を尊重すべきだって話になって別の原理が出てきますよね。 そうですよね、えー、だからそこで多分一つその問わなきゃ、うん、入れていかなきゃいけないその一つの視点は時間軸な気がすするんですよねその規範っていうことどうの規範で見るかってことと、うん、これからほっとくとどうなるかっていうことと時間軸って、うん、時間軸で言えば、うんはいえば。 例えばその歴史も後ろにも振り返った長い歴史の中で見たときにどうなっていくのか、うん、どう判断するのかはいはい、はい、その場合、やっぱり歴史を見るときに、歴史がどこに向かっていくべきかっていう規範がやっぱあるわけですね、その場合もね。だから過去はこういう歴史だった、うんで、それを乗り越えて我々は、例えば権利っていうもの、ね、この場合はおそらくだから女性の権利ですよね。うんうん、女性の権利 を認めるような拡大するような社会をこう作ってきたその流れに対して一夫多妻制は逆行するんじゃないかっていう多分おそらく批判があるんですよねすだからその例えば今、うん、例えばスコットランドの分裂みたいな話があった時にこれは多分繰り返す歴史だと思うんですよ、うん、で統合していくと統合するとそれぞれに統合されてしまった構成要素は当然し、うん、主張し始めるとそうすると統合と分裂が交互に起きてくるて、はい、ただこれは こと女性の権利ってことに関しては、繰り返さない気がするんですよね、うんはいはい、不可逆的ってことですね、そうですね、不可逆的な歴史のその進行になるような気が、私はするんですよね結構ここはあの、要するに、個人の自由という規範もあれば、はい、それを尊重しようという規範もあれば、うん、女性の権利という規範もあって、その物事によって、われわれって、結構その判断を、なんていうんですかね、判断するごとに規範を変えてるっていうことがそうですよ、ね。 これで少し出てくるかなっていう気がするんですよね。ね。あとその規範そのものの多様性というものも見ていかなきゃいけないっていうこともあって。それでね、もう一つ聞きたいことあるんですよ。これがまたね。ちょっと待ってください。今ここで一曲入れていいですかあ、分かった。<笑><笑>あ、じゃあ、その質問をちょっとしてください。その曲の間に私考えます。本当ですか、はい、あの、一分だけじゃあ時間ください。はいはい、これね、オーストラリアで実際にあった話なんですけども、はい、2008年に。うん 実の父親と娘が、もう生まれたばっかりの時に離れてですね、はい、30年ぶりに会って、はいであの、最初は本人たちは親子って気がつかずに、なるほど恋愛に落ちて、子供ができてしまったんですよ。なるほどで、その2人、61歳と39歳、9か月の女の子まで誕生していて、はい、でこの2人が。 テレビに出てオーストラリアでも実の親子と親子実の親子が結婚をするってことは禁止されてますからテレビで訴えたんですよテレビに出て私たちは大人としてね自立した大人としてもう最終的にはお互い親子ってことを知った上でカップルになったんだと最初は知らなかったけれどもあ後でちゃんと知ってその上でカップルになってるんだから私たちの結婚を認めてほしいんだテレビに出たんです。 これを認めるべきかどうかっていうのがう次の問題です皆さん皆さんどう思いますか